今回は JAIA 日本自動車輸入組合から昨年度1年間に輸入販売された自動車の統計が発表されました昨年もお話ししたんですがこの数字をもとにロータスの輸入状況新規登録とか中古の流通数その他をね解析してみたいと思います合わせてこの流通数による販売店さんの置かれる状況とか将来の見通しとかね その辺を個人的な要素ではありますけれどもお話をしてみたいと思いますまず最初に2022年の12月度輸入車新規登録台数というのが1月11日に発表になっています各自動車のメーカー別ブランド別に輸入台数がここに載っているんですが、えー、とロータスのところを見てみますと 昨年12月に新規登録されたロースタスはおということしの12月に登録された台数は28台ということなので前年前々年と合わせて実績としては21.4%ということになっています。 っと昨年の年末となると、えーまあ、ロータス駆け込み需要でかなり台数がのしたということでもあるので、えー、まあ割合的には21%ぐらいで、えー、昨年の12月は終わっているというようなそういう感じです。えー、まあ合わせて、まあ、絶版要するに生産完了となったわけなので。 えーまあ、ロータスはあまり輸入されてこないということになってしまったので、えーまあ、この数字になっているのかなと、えー、そういうふうに思います、えー、そしてあの昨年1月からの累計の台数に関しては、えー、179台昨年はロータスの新車が179台新規登録されたということになります えとおととしは305台ということで、えーまあ、おととしはねだいぶその駆け込み需要が増えたという、まあ、事実もあるので昨年は、えーまあ、若干落ち込んで全体的な数字は58.7%で終わったというそういうことになっています。えー、と前年比60%以下になっているメーカーは、えーまあ、知ってるところではないですよね。 えとメルセデス100%とかフォルクスワーゲンが91%とかね、えーまあ、主力のメーカーは軒並み前年に近いような数字を上げているあと特殊なメーカー、まあ、特殊と言っていいかね、えー、とアルファで70%ぐらいとか、えー、ジャガーでも95とかねそのぐらいの数字になってますし、えーまあ、一部では120%超える、えーまあ、ランボルギーニとかね そういう数字が出ていますので、えー、とロータスはこれも要するに絶版生産完了になったからまあ売り玉がないということでこの数字になっていると思います。えー、と欲しくてもまあ輸入できないというようなねそういう状況だとは思うんですけども、えー、前年比58.7%で終わったと,と、えー、そういうことになっています。 ロータスは今まで大体年間200台前後ぐらいが輸入されて販売されているというようなねそういうことでしたのでえと昨年180台ということではあったんですけどもえとほとんどがもう受注済みとかとまあと販売店さんの方でまああの予約しといていようなねそういうもののもう実需としての入荷分だということであったので えまあ限られた台数しか入らなかったのかなと、えー、そういうふうに思います。えっ、ー、とそれじゃあ,あの新規登録あのまあ新車はねこういう結果ではあったんですが、えー、と中古はどう,うふうになってるかということに関しては、えー、2022年12月度輸入者中古登録台数ということになっています。こののの輸入車の中古登録台数というのは 新規登録台数と所有権の移転登録台数および使用者名の変更登録台数の産業務合算ということになっているので先ほどお話をした新社要するに新規登録台数も含まれています、えー、まあ中古だけの台数となるとそこから差し引けばいいんですがこの登録状況についてちょっと見てみようと思います ーとロータスに関しては、えー、と昨年12月度に、えーまあ、新規と中古で動いたというのが全部でで台あるそうです、えー、と前年の同月比は85台ということなので、えー、まあ前年昨年とそのおととしと比べると、えー、だいたい90%ぐらい動いたというような。 えそんな感じです、えー、と中古はまあそこそこ動いてるのかなというようなそんな気もするんですが1月からの累計台数をえまあ昨年とそのおととしと比較してみますと,えと昨年度だと877台おととしだと1,000台を超えたということになってるので。 えーまあ、数字的には87.2%動いたというようなそういう感じになっています。えー、とロータスはこの,、まあ、あの新車と中古の,その流通というのは大体年間1,000台前後が取引されているというのがね過去の統計から分かっているので。 えと中古はまあそこそこ昨年はまあ高い高いとかねいろいろ言われてる割には動いてはいたのかなとそんな感じがします、えー、と売り玉がまあ少なくなっているけれどもまあそれにつられて欲しいというね需要はあったわけであり欲しい人はそれなりに買っているということでもあるのでえーまあこの90%近い数字が出ているのかなと。 えそれじゃあねこの、えー、と数字から、まあ、将来的な予測というわけではないんですが今年はあのロータスエミーラがねあのデリバリー開始されるということではあるので、えー、とおそらく数字はもうちょっと上がってくるかなというようなまあ新規登録の分ですね、えー、そういうふうに思います。 えーまあ、あの客層が変わるということとあと、まあ、新規で入ってくるその、まあ、デリバリーされるのがどのぐらいの数字になるかというのはちょっと未知数なので、ね、予測は立てづらいんですが、えーまあ、ロータスの数字としては戻ってくるのかな、えーまあ、徐々に売れれば、まあ、いい数字になってくるかなとは思うんですが既存の,その、まあ、ライトウェイ のそのロータスはもうここで打ち止めとなってしまったので、えー、中古が流通するしかないという、えー、そういうことになります。えーまあ、それなので、えー、まあ販売店さんの方がね今後、えーまあ、どうなっていくかということがちょっとね、えーまあ、心配なところではあるんですけども、えーとまあ、これ個人的なまあ予測なんですが。 まあ客層が変わるあと、まあ、あの輸入元、えー、合わせてそのロータス自体が、えーとまあ、CI 導入というか変、まあ、えてそのブランド価値を高めていくというような、えー、そんな方向になりつつあるので、えー、既存の,そのお客さんで商売をしていた販売店さん、えー、これはもうあの、まあ、業態によってはまあ淘汰される部分も出てくるのかなと。 そんな気もします、えーまあそれなので、えー、販売店さんの方としては、えーまあ、対策というような感じで、えーまあ、お客さんの囲い込みみたいなこととか、えー、あと、まあ、フィアットとかあのアバルトみたいなね、えー、また小型で軽い運転が楽しい車みたいなね、えーまあ、ケータハムも含めてそういう方にも、えーまあ、あの範囲を広げる。 そっちの方にも重点をあの重くしていくというような。そんな感じで生き残りをかけているお店さんも多いと思います。まあ、そういうふうにしていかないと生き残れないというようなね、あの実情が出てくるんじゃないかなとは思いますし。あとメーカーの方としても、その、まあ。今後その出てくるロータスのその社格からして。 まあお客さんのまあ絞り込みというわけではないんですけどもえまあちょっとそのブランド価値的なものがねえ今までのロータスとは変わってくるんじゃないかなとえそういう気がします。えまああの高級路線とかねそういうのはまた今まあ私も含めてそのちょっとちまあ自分の感覚では違うかなというふうにも思うのでえまあ あのそんなに高級路線になってもねどうかなっていうように思ってるねあの今の現ユーザーも多いとは思うんですけどもでもまあ時代の流れまあ,あと電動化も含めてえーまあメーカーはその方向になっていくっていうことでこれ決まってますからまあそれをねあの当然無視するわけでもないですし行かないですしえまあ,あと販売店さんはそれなりの対応対応というかあのまああのお店作りみたいなね感じをしていかないといけないので。 えーまあ、お店さんの方には、まあ、なんとか頑張っていただいて、えーまあ、既存のユーザーさんも、えーまあ、見ていただけるというかあの共に共存できるような体制になっていってほしいなと、えー、個人的にはそういうふうに思います。えー、まあ絶版もうなくなってしまったその、まあ、車に対してはその、まあ、メーカーの方ではその修理とかね まあそういうのも当然まあ部品の供給とかそういうこともありますしあとまあ技術の継承とかねそういうのもありますからえまあその販売店さんの方にはねなんとかその技術継承あとまあ商売としてもね当然儲かっていただきたいそういうふうにも思いますのでまあそうでないとね存続できないわけですから。 えー、まあ今後その1ユーザーとしてもそのロータスを楽しめる体制をずっと続けていってほしいなと、えー、そういう感じで願っております。えっ、ー、とロータスまああのこれ見ての通りねもう売り玉がないという状況が数字からも見て取れるので、えー、今後はねあのまああの 新たなもの,もの、まあ、ライトウェイトで売っていくというそういう方向性はもうなくなってしまったわけなので、えーまあ、あのなんとかねあの全体はその盛り上げていくというわけにはいかないんですけどもそのままあの維持継続みたいな感じの対戦が続けていければいいのかなと、えー、そういうふうにも思います。 はいえー、それではあのロータスの,、ね、あの輸入状況を、えーまあ、実際のこの数字から、ね、あの見てみました、えーとまあ、将来は、ね、どういうふうになっていくか分からないんですけども中古はもうまあ現存しかないというわけですけども結構動いている取引はされているということなので取引が増えればお店さんは一応、ね、あの回っていくということも事実でありますので、えーまあ、それはそれで、ねえーまあ、流通の正しい方向なのかな いうようなそういうい気もします、えー、ただ価格が高くなってしまうというのはねこれはまあ致し方ない一ユーザーとしては残念な気持ちでもありますけども、えー、その辺はねあの今後どうなっていくかなという感じで、えー、注視をしていきたいと思います、えー、それでは今回はこの辺で、えー、ご視聴ありがとうございました